レクサスは現在開発中の電動スーパーカーの新たな画像を公開。ルファの後継となるフラッグシップモデルです。メガパワーの EV フラッグシップ、秘伝のタレ搭載。レクサスはルファの精神的後継モデルとなる電動スーパーカーを2030年までの発売を目指し開発中だ。その新型車の画像が新たに公開されている。この新型車は トヨタとレクサスが昨年発表した EV コンセプトカー15台のうちの1台である。レクサスは2030年までにすべてのセグメントで EV を展開し、中国、欧州、北米では EV のみを販売。2035年にはアイス車の販売を完全に終了する予定である。コンセプトはルファの開発で培った走りの味、つまり、 秘伝のタレを受け継いだバッテリー EV スポーツカーとされている新型車の開発で得た経験は他の EV にも活かされレクサスブランドのダイナミックな走りを強調するための一翼を担うレクサスのチーフブランディングオフィサーである佐藤恒司氏はバッテリー EV であっても走りの味を追求していく姿勢は変わりません その終わりのない追求は今後スポーツバッテリー EV の開発を通じて次のステージに向かっていきますと述べている。レクサスは時速 0100km 加速のタイムを2秒台前半、後続距離を 700km 以上にすることを目標としている。また全個体電池を早期に導入する。 可能性があるデザインは現在販売されているレクサスのどのモデルとも似ておらず EV でありながら長いボンネットを特徴としキャビンとリアの間に特徴的なシルエットを持っているまた空力に特化しているであろうパーツの数々エアインテークロープルファイルタイヤが装着されておりサーキットでの使用を想定していることが伺えるレクサスはまた新型 EV の RZ の発表を今週に控えている。